今回はメールでデータを送りたいのだけれども、データが重たくって送れない。そういう時によく使う無料のオンラインストレージを2つご紹介いたします。まず、事前に送りたいデータ一式を準備してください。必ず1つのフォルダーの中に送りたいものすべて入れるという形にしてください。準備ができましたら、このデータのフォルダーを圧縮かけましょう。皆さんそれぞれの圧縮ソフトで圧縮をかけてあげてください。はい、今圧縮をかけているところです。はい、そうするとこれですね。これがいわゆる今から相手に送りたいデータということになります。はい、ここではよくデザイナーが使う、あるいはデザイン関係者が使うオンラインストレージを2つご紹介します。まず1つ目の紹介になります。1つ目はギガファイル便です。ギガファイル便をクリックしてもらうと、こういった画面が出てくるので、少し下の方にスクロールしてあげてください。そうすると、こういった設定が出てきます。時間であるとか、あるいは、こういうところの部分ですね、も含めて今からやっていこうかなと思います。はい、じゃあ送りたいデータ、先ほど圧縮かけたものをドラッグドロップでここに離してあげる。そうすると今ゲージが上がっていきました。はい、なので、これがいわゆる URL になります。なのでこれをコピペしてメールで相手に送ってあげたら、そのファイルを開くという形になります。じゃあ仮にちょっと先ほどコピペしたものをアップすると、こういった形で送りたいデータ一式というのが出てくるので、あとはこの送りたいデータ一式をクリックしてあげると、ダウンロードできるよというような形でダウンロードができると思ってください。はい、ダウンロードができたかなと、ね。ここの部分の削除キーというのは、ダウンロードした後にもうデータそのままずっと残しっぱなし、5日間残しっぱなしで自動的に消えるんですが、5日間ずっとっていうのも嫌、もう受け取ったから即消したいという場合の時には、ここのところを相手にコピペして教えてあげてください。さらにデータ自体人に見られたくない、まあ見られることはほとんどないと思うのですが、そういう場合にはダウンロードパスワードというのをかけてあげてください。それを相手に教えてあげると、パスワードを入力してダウンロードするという工程になるのですが、まあ、あまり使わないかもしれないですね。一工程分めんどくさいというところがあるので、使わないことが多いかもしれない。というのがまず一つ目、ギガファイル便でした。必ず圧縮してデータを移動してあげると。で、ちなみにこれ複数できるので、例えば別のもの、これも圧縮かけてみようかな。はい、圧縮かけて、これを2つ、これも送りたいという場合だったら送ってあげてください。そうすると送りたいデータともう1つこうできるという形になるので、ここの部分とここの部分を相手のメールで、ここの部分の ホームページアドレスを、相手に教えてあげるといいという形になります。はい、これがまず一つ目、ギガファイル便になりました。もう一つです。もう一つよく使うのに、ファイヤーストレージというのもあります。ファイヤーストレージはこういったホームページ画面になります。ファイルをここで送るというところをクリックしてあげると、こういう画面が出てくるので、はい、ここの部分で先ほどの保存期間ですね、決めてあげて、あとは先ほどと同じような形で送りたいデータをドラッグドロップ。そうすると下の方で今グーッと動いてると思います。で、先ほどと同様にここの URL をコピーして、相手にメールで送ってあげる。そうすると相手はメールで、こいつを
クリックあるいはコピペして、ホームのページで開く。そうするとダウンロードページ開くよという形になるので、この状態でクリックしてあげるとこういった画面が出てくるので、ダウンロードボタン、はい、そうするとダウンロードができるような形になります。